平日はこんな空いてるんですね。もうちょっと人いるのかなと思って。ああ、そうですね、平日はこんなもんですよね、この七ツ石山のところに、ね、湧き水が湧いててね、ちょっと汲んで帰るのが好きなんですよ。じゃあ大きめのペットボトルとか持ってきて。もう上高地からの、そうですね、上高地から、うん、一般的なやつですね、はいはいはい、2泊3日ですか、そうですね、ババダイラ泊まって、ババダイラ、ヤリサーロッジの上の、あの天場ですね、あ、テント泊で、はい、はい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 、でババダイラ泊まって次の日穂先に行って、それで戻ってきて、それで荷物一回拾って横で止まって、あ、そういう作戦か、はい、槍ヶ岳山荘止まるんじゃなくて、はい、はいはい、あそこまで荷物持ってくの結構大変ですよね。一回あの私大キレットやった時に、あ、はい、日程的に頑張らなきゃ、ね、一気に上高地から槍ヶ岳山荘まで登ったんですよ。すっごい辛かったですよ。それ辛いですよね、8時間半ぐらいかかった。てか荷物重くてキレットって怖くないですか。それがすごいですね。あのね、恐怖感は僕ちょっとどうか。どうも、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 よいしょ。